南東より見た第二中里と踏切第二中里、と踏切は山手線の田端駅と駒込駅の間にある踏切。2005年以降山手線に唯一残されている踏切である。この踏切は駒込駅から東へ約400メートルの場所に位置し、幅4.8メートル、長さ約14メートルの形態としてはごくありふれた踏切である。北区の駆動を走っており、 南側は貨物線をまたぐ陸橋に接続し、その下は山手線と並行して貨物、湘南新宿ラインなどが走っている。東京の大動脈である山手線の踏切として、ピーク時の1時間あたりの遮断時間は40分を超え、開かずの踏切として知られる。周辺は住宅地で保育園、中学校、病院などがあり、 通行人は2005年時点で1日あたり約500人を数える。この踏切は山手線最後の踏切として鉄道ファンには有名であり、撮影に訪れる人もよく見られる。この踏切は1925年の福々線下の際に作られた。第一中里踏切は駒込駅から東へ約100メートルの位置にあった。 1963年に遮断機が設置された。2005年1月に池袋駅目白駅間の長崎道踏切が廃止されて以降、第二中佐と踏切は山手線に唯一残された踏切となった。2016年に国土交通省は事故防止を目的とした踏切道改良促進法を改正し、 翌2017年には改良工事すべき全国の踏切を具体的に1000カ所列挙し、第二中さと踏切もそのうちの一つに含まれた。これを受け、JR 東日本は帰宅と協議を開始した。この踏切は普段から遮断時間が多く踏切内での事故も目立ち、また JR 東日本にとっては山手線の全自動運転化を図るにあたり、 線路内に人が立ち入れないよう国交省の省令に乗っとって全駅のホームドア設置や路線内の踏切全廃を行う必要があり、この踏切はいずれ廃止が避けられないものだった。2019年6月、現在の踏切場にエレベーター付きの歩行者用、五線橋を17億円かけて整備した上で踏切を廃止する案が北区の区議会に示された。 ところが2020年11月、都が都道、補助92号線建設の一環としてこの踏切から約200メートル北東に線路をまたぐ形で約160メートルの橋を架け、そこに歩道も整備することを決めたことが分かった。これを受け、当初の古選橋の計画は利用者が見込めないとして撤回された。都は橋の2029年完成を目指しており、 それを待って、第二中佐と踏切は廃止される見込みである。ありがとうございます。